セルゲイ・ウラジレノビチ・キリエンコは、ロシア連邦の政治家、テクノクラート。ボリス・エリチン政権にて、第2代ロシア連邦首相を務めた。ウラジーミル・プーチン政権で沿い、ボルガ連邦管区全権代表、ロシアン原子力庁長官を経て、国営原子力企業、ロスアトム社長に就任した。剣道をたしなむ。1962年7月26日に、 グルジアソビエト社会主義共和国のアブハジア自治共和国スフミに誕生する。1984年に合力鉄道運輸工科大学造船学科を卒業。卒業後2年間の兵役の後、造船工場職長とコムソモール初期を経て合力州コムソモール第一初期に就任し、州の人民代議員にも選出された。1993年に ロシア政府付属国民経済アカデミーを卒業。専門は市場環境におけるマネージメントで最高等級マネージャーの資格を有する。1991年から1994年まで株式会社永遠系の社長を務めたのを皮切りに合理機集で銀行や石油会社の経営に携わる。 1994年から1997年までガランティア銀行を取、り、1996年から石油会社、ノリソイル社長を務める。この頃、ニジニノブゴロド州知事であったボリス・ネムツオフとの結びつきが生まれる。1997年にネムツオフがロシア第一副首相に就任すると、キリエンコはネムツオフによって同年5月に燃料エネルギー賞、 第一次官に任命され、ガスプロムに関係する職務についている。11月に、ネムツオフが兼任していた燃料エネルギー大臣を退任したことに伴い同省大臣に就任した。1998年3月23日に、エリツィン大統領が、ビクトルチェルノムイル人首相を解任した際に、首相代後権第一副首相に任命された。会員による、 首相承認は4月10日4月17日と2回にわたって否決されたが4月24日の3回目の投票で賛成251、反対25、棄権120で首相に正式に任命されるという右与曲折を経た。こうしてキリエンコは35歳の若さで首相となりガスプロムに対する徴税問題や経済改革に乗り出すが若さゆえに 政治的力量に欠けていた。同年8月にルーブルの切り下げとデフォルトを発表したことで、ロシア通貨危機が発生するがこれを収集できず、責任を取らされる形でわずか数ヶ月足らずで首相職を解任された。1999年に政治運動、新しい勢力を結成し、7月に他の右派リベラル勢力と合同して、政治ブロック、右派連合を結成した。 12月の会員選挙で、右派勢力同盟は前線し、キリエンコ自身も会議員に当選した。キリエンコは、会員選と同時に行われたモスクワ市長選挙にも立候補したが、こちらは現職市長のユーリルシコフに敗れている。ダボスで行われた世界経済フォーラムにて1999年12月31日のエリツィン大統領の辞任を受けて、 大行を務めていたウラジーミル・プーチンが2000年5月7日に正式に第2代ロシア連邦大統領に就任するとその下で同年5月18日に新しく創設されたソイボルガ連邦管区の全県代表に任命されたその後全県代表を約5年半務める2005年11月30日に今度はロシア原子力庁長官に任命される同庁長官時には FSB の元エージェントのアレクサンドル・リトビネンコ、変死事件に関連し、遺体から検出されたポロニウムについて、2006年11月28日に、ロシアは、海外輸出向けに、年間8グラムを製造しているが、輸送、販売などで厳重な管理体制をとっているとして、ロシアからの、2007年12月3日、プーチンによってロシア原子力庁が、国営原子力企業、 ロスアトムに改編されたことに伴い、ロスアトム代表取締役社長に就任した。ありがとうございます。